何分今？もう青になってる。あ、じゃあ大丈夫大丈夫。うん、あ、こんばんは。はい。皆さんこんばんは。こんばんは。ハートありがとうございます。遊びに来たよってありがとうございます。何？分かんない。どうした？登場するよな。いいよ。じゃあ挨拶しよう。うん。お互いに。やっほー。で映ってる。いいよ。ああ。いなくなっちゃった。いなくなっちゃった。やっほー。でかっ。でかいに映らないから。あ、プレジャーさんありがとうございます。カルちゃんもありがとうございます。こんばんは。ゆうち元気って。だいぶ元気です。元気です。今ずっと一緒にカラオケしてましたね。ね、1時間半ぐらいだったよね。1時間半ぐらいかな、うん、ずっと歌ってた。ずっと歌ってました。休む暇なく歌ってました。昨日劇場行ったよ。こんばんは。あ、アニワさんありがとうございます。見つけました。あ、こんばんは。チョコパンさんこんばんは。ラリーさんこんばんは。何歌ってたの？だてメガネさん、そんなことゆうすけさんありがとうございます。今めっちゃ私アイカツにハマっててでね、まさゆちゃんとあ、昨日ありがとう。こちらこそありがとうございます。アズとめっちゃ楽屋で歌ってて。歌いますよ、いっぱい。それで歌いました。アイカツ歌いました。アイカツやばいよね、昨日めっちゃ歌ってた楽屋で騒がしかったよ。なんかそう、好きなキャラ、私の好きなキャラがいて、そのキャラの子の歌をめっちゃ歌ってました。そう、え、そういうのも公演とかでさ、いつかやりたいんだよね。ね、カラオケとかね。カラオケしたい。カラオケ発表会したい、うん、ね。ただなんかちゃんとさ、うん、なんだろう、 AKB 以外の曲歌ったことないからさ、ね、歌ってみたいよね。ね、他の曲とか、うん、歌いたい。佐々木さん、ゆあちゃん、隣にゆなちゃんいるの。ありがとうございます。かわいい。うちさんありがとうございます。そう、隣にゆないるんですけど、私はゆあじゃなくてゆいです。確かに漢字ね、漢字がね。そう、なんか歯医者さんとか行った時も、うん、なんか、あ、山口ゆあさんって言われる。うん、確かに。なんか、え、でもさ、前もあったよね、なんか、そう、なんかゆあってさ、スタッフさんだっけ、うん、ゆあちゃんって言われて、うん、ゆあちゃん、あ、ゆいですって言ってた。え、ゆなはさ、うん、何間違えられるの？ゆな、うん、え普通間違えられないけど。え、秋山はわかるじゃん、うん、秋山、うん、え、ゆらなさんと言われる。うん、だってゆなの漢字小学校で全部習うからめっちゃ簡単だよ。そうだよね。ね、間違いはないよね、うん、言うんだったら友達に妹と間違えられるぐらいですよ。いや、確かに双子だね。そう、ももさん、なんか変な名前の人。あ、マキさんありがとうございます。季節間違えるとかむずっ。私の名字ですか？これからゆあちゃんって呼ぼうかな。やめてください。やめてください。やめてください。似てるって。似てますよ。そんな似てるのって。似てる。一覧性ね、すごいね。あ、ハルコン二人のうちは予約したようだって。おヨッシーさん、ありがとうございます。うちは買ってくれましたか？そう、ほぼ一緒だ。一緒じゃんって言ってる。一覧性なら、そう、そう、一応ね、一応そうだよ。今度初めて握手会行くよ。初めてじゃない気がするんですけど。ありがとう、チョコパンさん、マコちゃんさん、ありがとうございます。初めてじゃない気がしますよ、うん。昨日こひちゃんがえなちゃんのことポニョって言ってました。なんでだ。え、なんで。カラコンウィークに入ってる18期の曲早く聞きたいだって。あ、めっちゃ揃ってたんだけど。ね、歌いそうになる、怖。ねえ、あ、サイン届いたってありがとう。え、まだ曲名も言っちゃダメだっけ。ん、曲名は出てる。待ち人、うん、待ち人出てる。危ない。待ち人、なんか変なの見つけた。こいちゃんがえなちゃんに注意たくさんするって言ってた。確かなんか昨日だっけ、一昨日だっけ、なんか、うん、あずが隣にいて、なんか急に、うん、あのマスクしてたけど
コーヒーながらチューってやってきて、あずがめっちゃ混乱してた。最近さ、コーヒー甘えん坊だよね、うん、意外となんかよく誰かがなんか、うん、なんだろう、膝ついて座ってると、うん、膝枕してない、なんか膝枕してくる。わかる。やばい、今本当に18期のさ曲さ言いそうなった。なんか危ない。てかなんか曲何って聞かれたら歌っちゃうから、リナが、うん、そうそう、なんかめっちゃ歌いそうになっちゃう。危ない。とってもいい曲です、うん、ね、めっちゃいい曲。てかなんかあれだよね、うん、スタッフさんとかもさ、すごいなんかいい曲でよかったねって言ってくれるよね。確かに、うん、いい曲です。いい曲だよ。多分聞いたらってなると思うってなると思う。こんばんは、楽しみって。バチバチ系ですか、アイドル系ですか。これや言っていいのか。バチバチ系ではないです、ね、ではない。めっちゃバチバチ系じゃないです。マチビトっていうさ、うん、やつでどうやってなるんだろう。マチビトよみたいな。マチビトマジでみたいな感じ。やば、歌っちゃいそうになった、危ないね、うん、でもこれ絶対ユナいなかったら歌ってた気がする。こやばい、確認。怖い。この前もなんかさなんか、うん、なんか口滑りそうなったことがありました。怖いよ。ハルコンとか、うん、柏木由紀さんの卒コンの瀬取りを言おうと思って。やばい、それやばいよ。危なかった。まさかのラップって言おうって。そうそう、絶対やだ。なんか意外な曲だったよね。タイプ B、タイプ C だった気がします。うん、意外な曲、確かにちょっとね。でもめっめっちゃいい曲、みんな言ってるよね、本当に。うん、やばいよ。17期さんもいい曲って言ってたね。嬉しい、ね、嬉しい。みんな卒業公演でも歌えるんじゃねって言ってたよね。確かに、18期の確かに、このいい曲なら歌えるかもって言ってた。うん、確かに。あと何年後ですかね、うん、お手もやさん、お疲れ様で、お疲れ様です。ラップ曲だったらね、絶対誰か歌えない人いるよ。うん、え、誰が歌う？かすみとか。いや、アズだな。アズさ、滑舌かわいいから。うん、足は。アズは滑舌かわいいから、多分ラップ系来たら面白いことになるかもしれない。確かに。足は。かわいい。口がちっちゃいからかわいい。そう、本当に18期の曲もらえてよかったって。そうなんですよ。土曜日、そこに未来はある公演2回目。確かに、え、もう今週土曜日？来週？いや、今日に日曜だっけ。うん、行く土曜日。ん？今日土曜日で、じゃあ来週だ。来週？早っ、うん、そうです、2回目です。うん、皆さんたくさん注目してみていただけたら。好きですって、ありがとう。嬉しいです、ありがとうございます。待ち人ってなんかもう入り方からすごいいいなって思う。さくらさん、18期って今日17だよって、かわいい子多いね。そうなんだ。ありがとうございます。ね、18期ってかわ声かわいい子いっぱいいるね。だって本当に絶対嘘だよ。なんかさ、声低いからさ、にゃんなっちゃう。ねえねえ、ゆいさ、今日ね、ゴキブリの触覚あるんだよね。見て、やばいよ、触覚。ねえ、それ隠してよ。ゆなの配信でも見せたい。いやだ、いやだ。見せたい。見て、やばくない？声低くない？私なんかコヒーに一回 LINE でなんかね、歌ってる時が低いんですよ。ちょっと G の触覚っぽい写真をめっちゃ送られてくる。かわゆいち。ゆいちゃん、今日もお子ちゃまだねってよ。おこときな。いや、ね、うん、もうすぐ高校生だから、うん、ちょっとね、お子様扱いやめてもらっていいですか。だってさ、え、でもさ、ゆいさ、絶対さ、ショールーム最初の頃さ、うん、もっとゆい違ったよね、なんか。何が？もっとサバサバしてた。もっとサバサバしてた？うん、そう。なんかさ、ほら、一発ルームでさ、やったじゃん、一回お試し体験みたいな、一番最初の
配信。なんか自己紹介してるやつ。まさかずさんありがとうございます。はいみたいな。確かに、はいね。でもあれ緊張してたよね、はい、みんな。であとかそあとなんかははいよろしくお願いしますとか言ってた気がするんだけど。うんうん、確かに。ね。いやなんか変わりました。ゆなゆいゆいゆなどっち。なんか。どっちもいるよね。なんだろう。なんかさね。なんかだいたいゆなゆいゆなゆいだよね、多分ゆなゆいかな、ゆいゆなじゃないよね、きっとゆなゆいの方がなんかしっくりくるよね、うん、そっちでそっちでこひちゃんがゆいちゃんのこと子育てって言ってたってよ子育て子育ていやちょっと大きくしすぎだよね。でなんなら最近ちょっとゆいがこひのことさ子育てしてるなんか食べ物を買ってあげたりとか、こひ、うん、本当に最近一番バブちゃんみたい。急にえ、そう、ミラーボール来たから分からないといけなくて。あ、そうなの、うん、あ、ヒロックさんありがとうございます。にしくんさん、おじろうさんありがとうございます。今身長何センチですか。もうすぐで160。みゆさんありがとうございます。うちさんありがとうございます。就活地、妹にしたい人誰ですか。誰ですか。妹にしたい、妹にしたい、コヒー妹にしたいです。あ、おにわさんありがとうございます。これ踊ってってこと、ゆいがこうやってやってた。焼きそばさん、え、そんな伸びたの。伸びました。一番伸びたと思う、18期の中で。お披露目踊ったよ。踊らないといけないんだよって。あ、トムさん初見です、ありがとうございます。中さんありがとうございます。モーさん、クマありがとうございます。太郎くんさん、ありがとうございます。こんばんは。しげやんさん、こんばんは。あ、野球小僧さん、初見さん、こんばんは。人食いパンダさん、ゆあちゃん、カラオケ歌ってたって。そうです、1時間半歌ってました。ゆあちゃんじゃないです。おこおこおこですよ、おこですよ、ゆいちが。さっき私ゆいって言ったのに、ゆあちゃん合格おめでとう、高校合格おめでとうって。ゆいです。あ、コーン食べて、そうそうそう、私はね、なんかね、チキンみたいなの。ありがとうございます、ミラーボールも食べたよ。ゆあゆな、ゆいゆなですね、それは。うん、じゃ次からこれカラコンウィーク踊ろう。カラコンウィークさ、カラコンミラーボール来たらカラコンウィークにしよう。もう何の踊りって知らないの、見てくれてないの。カラコン、そこじゃないよ。好きですいなくて、あ、ここだけアスに昨日教えてもらった。アニメソング歌うって、え、歌うよ。楽しかった。めちゃめちゃ歌う。好きです、なんか声ですよね。好きですいなくて、可愛かった。違うの、一瞬で伝えたい、え、これ可愛かった、なんか声みたいな。あ、なんだっけ、カラコンウィーク、そうそう、あなたに上手なこの眼差し。ウィーク得意なんだよね、嬉しいだから。そう、ゆなもめっちゃ頑張って、あのテレビのこのカメラが来た瞬間に、うんうん、ウィンクいっぱいしてねって言われたから、うん、ウィンクめっちゃしました。いいね。あ、まきちゃんありがとうございます。かつんさんありがとうございます。ね、落ちサビ最高だよね、本当に。何回も MV 見てる。ありがとう。あ、ジョージコミオさんありがとうございます。ウィンクうまいね、ありがとう。そう聞いてください、あのさ、ヘビロテのアズとペアで踊ってたじゃないですか、うん、あ、ごめんね。いいよ、いいよ、うん、それで、うん、あの I want you, I need you、あ、I love you なんですよ、最初の I love you で抜かれてたんですけど、うん、あのその時に、あ、その時じゃないか、うん、違うな、なんだっけ、うん、な、 B メロの、うん、ついているねの時にしてたでしょしてたんですよ、でウィンクしてたんですけど、あれなんか急、本当に何も言わずに、え、それってなかったの、あれ。そう、たまたまめっちゃ同じとこだって、本当にたまたまやったら、うん、同じ文字のところでウィンクしてて、2人で後で、うん、待って、すごくないみたいな、すごいな。なんかちょうどそのウィンクをしたのを、うんうん、なんか載せてくれてる人とかいて、うん、待って、
ってウィンクしてるじゃんうちらみたいな、一緒にしてるってなって、え、あ、なんか家も見た時、え、打ち合わせだったのかな、可愛いなと思いながら見てたら怖いね、ずいーてーって怖くない、めっちゃ怖くて、うん、あれ合わせてたんじゃなくて本当にもうリハーサルの時も一回もウインクしてなかったけど、本番なんかわかんないけど二人でウインクしてたらたまたま会ったっていう感じなんですよ。すごいでしょ、すごいな、すごいよね、うん、みんなヘビロテ衣装着たい、え、そう、それもしかも、うん、あのずっと着たかった衣装で、うんうんうん、あ、いいね、さえきやひひろまるさん、先日公演初めて見せていただいて気になりすぎて、ここを見てくれたかな、ありがとう、よかったねって、ありがとうございます、リアナさんありがとうございます、平田さん、平田ゆきさんと、はい、ゆきさんと仲良くなりました、めっちゃ喋ってますで平田ゆきさんさ、うん、最近なんか面白いことあって、うん、あのゆいが眉毛焦がしてやる、うんいいよあのお仕事の時にね、ゆいが眉毛をなんかこんな感じで、あの、ね、見たことないね、この眉毛の形をねしてたの、これをこっちの方が伝わりやすいかこうやってこれをやったやった今やった方だけやったそれをね、うん、平田さんがめっちゃ気に入ったらしくて、みんなでもあれさあ最初にユナが見たんだよね、うん、そう、でユナが写真撮って、うん、面白すぎてユナがやってって言ったら、うん、みんな大笑いしてたよね、そうそうそう、で今まで消えたことないようなさ、うん、平田さんの笑い方が面白かった、うわーかわいかった、いい眉毛ありがとうございます、お、チキする撮ること目標にしてますって、応援ください、じゃあチカミヨシさん頑張ってください、待ってます、うん、笑い方の真似あんなではなくかわいい、ヨシインさん、あ、藤京さんありがとうございます、 MV 撮影寒かった、すっごい寒かったです、特にあの一サビと最後のやつは1日目に撮影したんですけど、その時がすっごい寒かったです、本当にとにかく寒かった、でもなんか数が、あの着るやつの数がたまに足りなくなったりするとなんかやっぱ先輩に優先しようってなってあの着てない時があるんですけど、ね、本当に寒かった、今日はね、あの私がケープ10秒ぐらいしすぎて、あのイントロのカチカチってかもうあのあるじゃないですかポーズ、私は前髪なくしてもいいかもと思う、さよならクロールだったんですけど、それで並ぶじゃないですかハートの時に、その時に手をあの村山さんのとこに置くんですけど、私さなんか今日はこんなんなりすぎて、うん、液体のりじゃないんですよめちゃ笑ってましたえ震えすぎじゃないって言って、つけまつげじゃないんですよね、笑ってました、なしでも似合いそう、先輩とも写真も撮れたし、シュカッチ本当似合うそう、あのねカウントダウン TV の時に先輩と全員先輩と撮れて写真がおでこやった公開、ね、ってなってます、今ユナとユイの配信触りすぎるよね、うん、何やってんの、え、あの多分ユナの配信見たらあ可愛いってなるんだろうけど、今ユイのさ配信見たら絶対さ おでこってなる、 おでこってなるね、まだサイン発送されないって、もうちょっと待ってて、うちーさんプレジョンさんありがとうございます、昔のトモチに似てる、嬉しい、ありがとうございます、これ、ね、フェスすごい楽しみ、ありがとう、あ、たくさんありがとうございます、もうケープしすぎて、そうそう、サトピーさんありがとうございます、もう自由自在って感じ、あ、おめちゃんと話したって話せました、コンサート練習の時もなんか同じ振りのところがあっておしゃべりしてました、前髪分けたりしないの、え、一時期分けてる時ありましたよね、写真上がってるかな、多分上がってると思う、皇帝ペンギンって何ですか、探してみて、ペンギン、そう、これ本当にね硬すぎて針金みたい、あ、小栗さん、うお、あー、ゆいだ、じゃあフロイで、耳が来ました。昨日の主役です、ね、あ、そうそう、柏木さんとがお化粧してくれたんですよ、あの
本番の時もうちょっとこここうした方がいいと思ってたんだよねって言って、やっていいって言ってやってくださいました。そうしました。嬉しい。そう、なんかだから耳映れる、やっぱりいいよ。なんかテレビだと色が飛んじゃうから、ここはこうした方がいいよとか、すごいなんかたくさん教えてくれました。あ、すごいクマさんがいる。サコイミー、どなただ。あ、めっちゃトマちゃんさん、ありがとうございます。ありがとう。あと私の歌割り、おぐりさんって聞こえた。ゆいゆいさんがなんだって君君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 本番、うん、カウントダウンの時と MV のポーズが違ったって言ってたんだけど、うん、あれはあヘビロテかなだったかな、あ最初の、そうそう最初のポーズ、ーなんかやっぱこっちの方がなんかその曲のポーズっぽいってなって、うんうん、多分ミュージックビデオと変わってました。あそうだよね、そう変わってんの。ちょっと可愛かった。あれでしょ、お焼きそばさんありがとうございます。さよならクロールでしょ。そうさよなら。次はネモハモとして入ろうかなネモハモないんだよあれ。ないよね。そうそうそう、ちょっとさ髪の毛がボソボソすぎる。かわいい、かわいすぎる。やばい顔がやばいって。ちょっとヘビロテユイチがやるとめっちゃモテえビンゴの時も言われる。なんかヒワンさんありがとうございます。時のこれがめちゃめちゃモテ院長って言われるんだよね最悪好きって。ピロテの衣装誰だったの、誰だったっけ。来月ゆいちの生誕祭が楽しみだ。忘れちゃった、もう焦ってきてたから、楽しみにしててね。忘れちゃいました。でもねピンクのネクタイでした。ポニーテール。あ、クラさんありがとうございます。いっぱいあります。あ、どうもありがとうございます。あ、そうツインテールとか。ちやちかみやさんありがとうございます。ちきょんさんありがとうございます。ゆめみさこゆめみが来ました。こちっちゃくね。ちっちゃくないよかわいい。カラコンイク衣装かわいいって、ね、ありがとう。かわいいよね本当に。メガネでね、あれもなんかピンクと紫と水色のリボンがあって、ね、私はピアノのピンクでリボンも一番でかいリボンで、もう究極に可愛い衣装でした。髪の毛おかしい、帽子かぶってたのでおかしいです。いやあ、クキオさんありがとうございます。メガネ、そうオリジナル色とか選べるの。いや、あの作っていただいて、私のイメージで作ってくださいました。あと髪型もね見てくれました。あの私の髪型、ここを編み込みして両方にリボンをつけて巻いてたんですよ。かわいい、かわいかった。リアクション大事にしました今。そう、これからレッスンなんですよ。服フェスのレッスンだよね。うん、そうだね。なになに、なに、怖っ。どれを言っていいのか。いや、服フェスはいいんだよ。わかんなかった。え、服フェスはもう出てるよね。うん、もちろん出てて、曲は出てないよ。曲は言っちゃうの。曲はなんか、やばい、もうさ、いろんなことがありすぎてさ、何から言えばいいのかわかんなくなっちゃった。そう、ヘアアレンジできるのいい。危ない。なんか皆さん楽しみにしといてください。はい、危ない、本当に危ない怖い怖い怖い。そう、私はね、もう可愛い髪型とかにした方が絶対にいいって言ってくださって、そうやって決まりましたね。あと5分なんだけどね。あと5分です。早い。なるちゃんは帰ろ。そう、あのね、なるさんをさ動物に例えるとって帰ろって言っちゃったんで私。え、なんで。そう、あの髪型レアだよね。可愛い、本当に。ここにリボンの。カエロで、皆さんミュージックビデオたくさん見てくださいね。見ちゃって。見たよ。見たでしょ。うん、お、マチビットセンター嬉しい。ありがとう。そう、ティラノサウルスって言っちゃったんです。楽しみにしててください。なんかね、急にナルさんはめっちゃいい曲だよ。なんか北海道って頭に浮かんできたから言いました。こんばんは。まだ見てない。お、
もう今すぐ見てください。髪型見てね。カイロって言っちゃうんだよ。ダンスもちゃんと見てください。私結構柏木さんの隣に行くんですよ。でもそんな名発言じゃなかったんじゃないですか。そんな名発言はなかったと思います。名回答か。あ、マキさんありがとうございます。ウッチーさんもありがとうございます。名回答はなかった気がします。え、毎日見てるってありがとう。ない気がします。嬉しい、嬉しいです。カイロは怖い。そうですかね。怖い、怖いよ。怖い、怖い、うん、怖いか。夢に怖いって言われちゃったよね。そう、髪飾りのシーン、あれ初選抜のなんか本番まで誰がやっていただくか決まってなくって、で、なんか私もやりました。辛いラーメンも好きなの。嬉しいではないですけど、なんか初選抜のことで次の総監督ので鏡越しの倉野さんのシーンって感じだったんですけど、私になりました。そこも見てください。あ、たくさんありがとうございます。ダーメンは何系が前もね、あのシーン本当に嬉しいです。二郎系かな。こっち側つけてもらったんです。リボン、あ、見送り気づいたって。もちろんですよ、ありがとう。あ、何回見たか。ミラーボールありがとうございます。わかんないって、ありがとう。え、シュウカさんも好きすぎてめっちゃ聞いてました。ありがとうございます。え、シュウカっちいるのそっち。いつも来てくれる。あ、アズ来たね、見てこれ長くない。長くない。このストローおかしかったの比率が。え、おかしいよね、恥ずかしかった。なんか変な比率です。あ、はい、やっほー、アズだよ。すすきました。あったか、ここ。あったかいよね。い1時間半歌ってたよ、カラオケ。え、おもろ。一人で、二人で、二人で、ありがとうございます。アズって。ラーメンからオーラ感じる人は実際に天敵みたいだって。確かに、これめっちゃ美味しいんですよ。みんな飲んでます。見てです。これ飲んでね。ありがとう、見てたって、うん、めっちゃアズの話してたわ。え、ちょっとそれは聞いてない、ごめん。聞いてないってさ。ユーチ髪の毛使って踊るの好き。え、嬉しい。あ、なんかあのアンゲームもダンスウィンクの真相話してた。レッスン出てるので左目何見てください。あのこれがなんだっけ、たまたまあった真相、ね、アンゲームのやつ髪の毛結構え、見ました。さっきダンプラが上がったんですよ。18時から上がって、そう、そのスムージーよく飲んでます。飲んでこれポニーテールめっちゃ揺らしながら踊ってました。そう、でも個人的にはね、ナルさんのサビがめっちゃ好きです。んん、ね、あと2分です、ね、あと2分、あと1分な、あと2分、あと2分。そう、終わったら皆さんぜひ見てください。ダンスプラクティス揺らしてるっていうか勝手に揺れちゃうんですよ、ポニーテールが。なんだ、わかりますよね。可愛いしかいない空間。アンリーめっちゃいい、ありがとう。面白い。あ、久しぶりのシャルーム嬉しかったって、ありがとう。サイが可愛い。そう、サイが可愛いんですよ。ありがとう。ゆいち名前読んだ。そろそろランキング読みますね。ありがとう。ランキング13位、マキちゃん、ありがとうございます。ありがとう。12位、西君さん、13位、ありがとうございます。あ、間違った、ってランキングやめたいと思います。11位、はい、うちさん、13位、ありがとうございます。11位、ありがとう。昨日も公演ありがとうございました。10位、たくさん、ありがとうございます。12位、ソーナスさん、ソーナス、ありがとうございます。9位、プレジョンさん、ありがとうございます。11位、ポップコーンさん、ポップコーンさん、ありがとうございます。18位、かえちゃん、ありがとうございます。10位、お、シュウカッチ、シュウカッチありがとう。7位、ウンリュウさん、ありがとうございます。9位、レイレイさん、レイレイさん、ありがとうございます。6位、大野貴文さん、ありがとうございます。ありがとうございます。5位、トロちゃんさん、ありがとうございます。焼きそばさん、ありがとうございます。4位、ラボーナさん、上次郎さん、ありがとうございます。上次郎さん、昨日ありがとうございました。3位、モモさん、伊達メガネさん、ありがとうございます。4位、モンさん、2位、モンさん、クラさん、いつもありがとうございます。うちはもう嬉しいです。3位、マサカジさん、タマちゃんさん、ありがとうございます。2位、ガンマレットさん、はい、
ということで、福フェス楽しみてありがとう。一ひらぴさん、今から福フェスの練習をしていきます。バイバーイ、ありがとうございました。ゆみ最後つる、つない、バイバーイ、ありがとう、ま、明日バイバーイ、おやすみなさい、バイバーイです、頑張って、ありがとう。